じゃあここ来週のテスト出るから覚えておくように。来週テスト？そこ授業中ですよ。静かに。おーい、おーい。なあ、なんか張り切りすぎてねえか、楽しみに。ああ、そうだよな。マジ授業なんかつまらねえのにさ。なんか面白いアプリねえかな。面白いのねえな。なんだこれ、面白そう。人間の生理的行動、呼吸、まばたき、放尿、脊髄反射行動などを制限することはできないお試し版アプリか。面白そう。あ、終わった。終わった。おお。ちなみに、ちょ。いいね。まだ来ていない。見てこれ。そこ。スマホは授業中使用禁止よ。いや、俺じゃないですよ。ちょっとご主人です。あれ？先生。あれ？え？おい、おい、そうだろ？これってよく AV でやる時間が止まってるやつ？え？ってことはいろんなことできちゃうのかな？見せてみようかな。よし、先生をこっちへ連れてってと。こうしときないってよし。先生、授業終了ですよ。終わった、終わった。はい、あ、じゃあ、とにかく今日出たところはみんなちゃんと復習しておくように。呼び出されたか分かってる？最近の授業態度ちょっとあまりにも悪すぎよ。平気で遅刻はしてくるし、宿題もまともに出さないし、授業中はおしゃべりやスマホばっかり。追加課題聞いてるでしょ。へえ。これでちゃんと勉強してきなさい。はい。以上です。お疲れ様。気をつけて帰るのよ。よし。マジ暇だよ。あ、そうそうそう。最近さ、めちゃめちゃヤバいアプリ見つけてさ。あ、超暇だからさ。俺たちに教えないとな。どうしようかな。なんだよ。教えちゃおうかな。どうしようかな。教えてくれよ。マジヤバいぜ。何もすることでいいんだ。どうすんだ。ちょっとあなたたち、もう下校時刻よ。帰りなさい。
い。うわ、真面目だな、お先生来ちゃったよ。帰ろうぜ、もう帰るから。はい、面白いもん見してやるからさ、ちょっと待ってろよ。ちょっと、何コソコソしてるの。ちょっと、もう帰りなさい。個人設定、個人で一人だけ提出設定。やばい、大丈夫、やばくない。うん、ほら、スマホ、ちょっと本来だし、私でしょ、ご主人。もうさ、パッとなんかさ、ね、飯でも食いかよ。ああ、いい感じだよね、でもね。それもいいけどさ、どうしよっか。もうね、テストとかわけわかんないしさ、ほんとやだよ。あんただって、いくら昼休みだからって、そんな無駄口ばっかり叩いてないで。勉強してる生徒もいるんだから。少しは見習ったらどう？はあ。うん。あ、いいっす。いいっす。はい。はい。止め！